はい、皆さんこんばんは。はい、ですね、酒好きな俺の飲酒動画。始めていきたいと思います。今回は、1年前につけました。見える。梅酒ですね。6月7日、2012年の6月7日に、作った。まあ、ニコニコ動画の方に上げてましたけどね。はい。そちらの、梅酒を、ね、1年経ちましたんで、飲んでいきたいと思います。それでは、もうね、だいぶね、色がね、ついて。で、うん。上の方はね、上の方の梅は、そうでもないんですけど、下の方がね、かなりでもないんだけど、若干、なんかしわってるね。しわができてますね。うん。そんな感じです。いいよ。開かない。あ、ちょっと腱鞘炎が。これちょっと腱鞘炎だからさ。なんとか。なんとかならんのか。おー、びっくり。うん、開きましたね。で、こんな感じになってて、これを、このまま注いでもいいんだよね。一応ね。このまま注ぐのもあれなんだけどさ。ちょっとこのまま注ぎましょうか。嫌な予感しかしないけど。よし。8リットル瓶でつけたんで、まあ、容量的には7リッターぐらいかな。それでは、はい。いただきます。乾杯。うん。香りは、おー。うん。あ、自家製っぽいわ。まあ、自家製なんでさ。度数が多分ね、だいたい15度ぐらいの度数だと思うんです。通常の梅酒って、ほら、蝶屋とかで買うと、そこら辺に売ってるやつで買うと、だいたい10度ぐらいなんですよね。だから結構度数が高いです。うん。うん。ちょっと、なんていうの？甘みより酸味が強めの。うん。梅酒になってますね。この独特なちょっと、蝶屋とかでは味わえないちょっと、独特な感じの味がしますね。若干この臭いっていうか、なんか、梅のなんか、えぐみみたいなのが、出てますね。それはいいのか悪いのか別として。でも1年経っても、まだ結構ね、通常の、こっちの、だいたい半分から上の梅はね、もう普通の丸のまんまです。別にシワにもなってないし。まあ。ちなみに、梅2キロに対して、ホワイトリカー 3.6 リットル入れて、あと氷砂糖が1キロ入れて、あとプラス上白糖 400g 入れたんですよ。ちょっとこれ少ないかな。やっぱ1対1の方がいいのかな、これな。梅2キロに対し砂糖2キロの方がいいのかもしれないね。ちょっと若干。1キロ1キロで。今年もまたつけますけども。1キロ1キロの方がいいかな、これな。感覚的にはちょっと。まあ甘いんだけど、だいぶ酸味が出てるね。まあ結構ね、サイトによって作り方がまちまちで、梅1に対して、氷だと1っていうところもあれば、1に対して 0.5 とかのところもあるんですよね。まあ、そこがちょっと、微妙ですね。よくわかんない。そうだな。だいぶ苦味が出てるね。苦いっていうか。苦味も出てるし。酸味と、苦味梅のその、何かが。まあでもいい。まあ作ったのがね、去年、まあ初めてだったんで。まあこんなもんかな。まあこんなもんでしょ。とりあえずね。まあ1回目にしては。まあ上出来なのかもしれないですね。ちょっとかき混ぜと。まあ今年はね、また動画にあげますけども、また梅酒作ります。よくかき混ぜて。下に沈殿している可能性が。結構ね、シワになってるやつだ。若干シワになってるね。でもやっぱり砂糖の量が少ないから、おそらくそんなにシワにならなかったんだろうね。もうちょっとやっぱり1対1ぐらいに入れれば、うん。多分、それなりに、シワできてたと思うんですけど。まあ、今年は1対1でつけようかなと。まあ今後の、ね、これを見て、まあいい勉強になったという感じでしょうね。うん。いい勉強になりました。今度から1対1にした方が、多分、いいのかな。まあ人によりますけどね、ここら辺はね。うん。やっぱり若干、うん。苦味が出ちゃってるね。うん。まあ、これに関しては、そうですね。あと 600g、ちょっと加糖して、600g ちょっと氷砂糖入れて、うん。様子見ますか。うん。そんな感じかな。うん。まあ、微妙ですね。うん。ここら辺はちょっと、まあ、今後のことも考えて、辛口評価でいきたいと思います。三つ星。三つ星です。うん。正直、思った以上に、出来が悪い。ですね。だいぶえぐい。苦い。まあ、酸味が強いというか、それよりもえぐさがだいぶ、出ちゃってますんで。まあこれをまた一つのね、課題として、また今年つけていきます。それでは、ご視聴ありがとうございました。